はあ、いるはずの俺にいなかった。ふざけんなよ。ここまで連れてこいっつっただろうが。いや、ですから自力で脱出した形跡がありまして。ほら吹いてんな。ぶっ飛ばすぞ。ほら、決して嘘では。そうですか。やれやれ、彼らの真似は性に合わないけど、隠した相手には有効みたいだな。油断したな。隙ありだ。発火。ついた。この炎でお前を倒。そんなのでよく僕と戦おうと思えるな。というか爪の奴らってなんかみんな。やけどしてないか。けっけ。これが本物のパイロキネシス、発火能力だ。傷。小山の言ってたガキはてめえか。よし、俺が愛にしてやる。僕のバリアなら大丈夫だとでも思ってんだろう。バリア内は超高温サウナ状態になる。呼吸をすれば肺が焼けるほどのな。素人が陥りやすいボンミスだ。素人はお前だ。威勢がいいな。だが反撃するには一度バリアを解除しなければいけない。その瞬間お前は火だるま。このままなら蒸し焼きだ。つまりもう勝負はついている。あとは焼け死ぬか俺に服従を誓うか。やってみろ。はーい。バカか。もう泣きべそかいても許してやらに。つっても涙を借りるか。この熱気じゃな。ゲッ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 。切り替えた時に服がちょっと燃えちゃったか。確かに超能力で攻撃と防御は同時にできない。だったら火元をバリアで包むまでだ。ってもう聞いてないか。やかましいから解除してあげよう。驚いた。その火傷でまだ動けるなんて。パイロキネシスとは体組織も熱に耐性があるのかな。ま、応用力のなさは重大な欠陥だね。僕の勝ちだ。